これは犬ビワという果実ですね。ビワという名前がつきますが、イチジクの仲間みたいです。はい、早速飲んでみたいと思います。蓋を開けた瞬間から何やら甘い香りがしました。そうめんのつゆのような、麺つゆのような甘い香りがしましたね。それではいただきます。飲んでみるとですね、味はコクがあってすごく美味しかったですね。なんか黒蜜のような、そんな感じの味でした。この果実も後で食べましたが、少し硬くなっていましたが、なかなか美味しかったですね。あー、うまい。